朝倉くんがその漫画に書いててあーって思い出したぐらい。本当、いや、うん、おっしゃる通り、うん、あんまり思い出深くはないというか、うん、まあいい思い出じゃねえか。全然ないですね。なんか僕らの小学校では文化祭っていう名前じゃなくて収穫祭っていう名前でやってたのね、うんうん、で秋ぐらいになんかまあいわゆる文化祭的な各クラスが出し物やるみたいのがあって、うんうん、でその中でなんか別のイベントをうちのクラスやるんだけども、うん、その端でなんかやろうぜみたいなので、うんうん、なんかしょうもないネタをやって、うんうん、そしたらめちゃくちゃ小学生にいじり倒されて普通にブチ切れちゃったっていう。切れちゃった？僕切れちゃいました。僕、おいもういいうるさい帰れっつって。あ、そう、ネタ途中で小6だったからやっぱりうるさいってやらせろみたいになって。でなんかその時にジャンボは割とこうふんふんって感じで見てたから、なんかあのジャンボのが心大きいなと思った俺は。いやもう結構もう普通にあの朝倉くんが書いてたその餃子のネタっていうのだけ思い出せたの。餃子はなんかね、うん、じゃそれも餃子もどっかで披露するために作ってるんじゃないんですよ。なんかいつの間にか作ってた。 俺の家に集まってで2人で遊んでて、2人ともお笑い好きだから、じゃあネタもう大笑いしながら作ったよな、ね、多分それもな、まあ、小学生の時だったから楽しかったよ。なんか俺さあのプロの芸人になってさ、ネタ合わせってやっぱもう揉めんのよ、しんどい、はいはい、でも朝倉くんと、まあ、それこそ何回もネタ合わせでネタ作ったりしてるけど楽しかった思い出しかないもんな。それはなんだかね、まあまあ、うん、プロになってよりね求めるものが厳しくなったのはあるんだろうけれども、まあまあ、確かに終始楽しかったかもしれない。もう大笑いしながら2人で作ってるっていうね、うん、でもそれ一番大事。やっぱ今でももうやっぱ大笑いしながら2人で作ったネタの方が素晴らしい。なるほど、ね、それは多分誰に聞いてもそうだと思うけど、それはすごくいい話ね、うん、だから正しい俺らのあの時の俺らのネタ作りのテンションはもうプロバッチリ。正月の時からできてる。そうそうそう。2人で楽しく作るあれはバッチリ完璧。よかったよかった、うんうん、確かに楽しかった。でも本当に完全に向こうがこっちがジャンボがイニシアチブ持って、うん、ちっちゃい頃はねきっと、うん、でも勝手に自由にボケてなんかそれにわちゃわちゃ、うん、いや違うだろうみたいな、うん、なんかそんなやってるとこから始まってた気がする、うん、最初はね、うんうん、不思議と作り始めたのなんかすごく覚えてて、うん、そうだね。なんか中3ぐらいの時に2人でキャッキャ遊んでる時に作ったかもしれない。で、うん、なんとなくあれってどこでやるつもりもないよなって思ってる中で、うん、その公立の受験日にお前ら頑張れよっていう時にその先生がおいじゃあまあジャンボ本名実方実方お前、うんちょっとなんかやってくれみたいに言われて、すごい無茶ぶり、ね、いや無茶ぶりもいいところよ、うん、あんなひどいわそれ。あんなの普通に何部長さんに乾杯の温度頼むのでもあんな雑な言い方しないよ、うん、レベルが違うよ。いやもうちゃんとやんなきゃダメだよ、うん、寝回しなきゃいけない。おいなんかやってくれ。でもやっぱやってくれそうなオーラがあった、うんうんうん、でそしたら何やんだろうなと思ったら漫才ありますって言って、うわあの時やったやつだって、しかもなぜか準備できてるって僕は思って、いやそれは無理恥ずかしいよと、その人のリアクションもわからないし、うん、やだやだやだって言いながら、もうでもそれしかないじゃんみたいな感じで2人で壇上に上がってやったっていうのを覚えてるね。めちゃくちゃ。あそうか、めっちゃ受けたもんね。まあさすがにやっぱりまあ本当この作品の中で出てくる通りもうみんなもう内々の内だからっていうのもあったけれども、うん、まあ確かにでも俺らにはさやっぱさ餃子の亡霊がいたじゃない。いたね、うん、だからこそあーってなんかすっごい気持ちよかったのは覚えてる。半端じゃない気持ちよかった。あの快感はなんかやっぱりね、うん、ありますよやっぱり。だって俺あの時のネタをまあ俺今でもちょっと面白いと思う。いやそれはねプロの芸人さんになったジャンボがそう思うんだった、うん、それは本当に僕としては心強い。で俺池ちゃんも学生お笑いやってたから、はいはいはい、池ちゃんに俺こういうのをやってたんだよ昔みたいに言ったら、えはみたいな、えそれ金属バットさんとかがやったらバカウケなんちゃうみたいな。尖ってたんですよ僕らもね。そうちょっとね尖ったネタやってて。でもやっぱいいよあのネタはね、全然いいと思う。っていうのが中学の時、はい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 、やつでしたね。どっちが見つけてきたんだろう出ようかって話になったのは、あれなんてやつ、まずは M1 甲子園。 M1 甲子園はあれ本当どっちから言い出したんだろうね。それでさ俺らって集まったのかな、それとも普通に遊んでてこんなの。いやでもあんまり会ってなかった気がしますよそれは。高校になってから久しぶりにジャンボに会ったなみたいになって、であったあった。で結構正直当時やっぱ尖ってたのもあるし面倒くさがりだったのもあるし、あんま練習しないで行ったんね。
あ、そうだっけ、うん、いやその、いやあんまりしないでというか、なんかやっぱり、まあ、蓄積ももちろんあったんですよ今までやってたものの、うん、それで、ジャンボとネタ合わせてなんか形になったじゃんみたいなので、ネタも作ったんかな、新しく、いや新しく作ったと思う、新しく作ったんだろうな、うん、で、なんかだから俺が覚えてるのは居酒屋かなんかのネタなのよ、でなんとなくオンってやる流れとかもすごい覚えてて、でなんか軟骨最高っていうフレーズは覚えてる。お前すごいな。何が？あったあった。あったで軟骨最高。でなんかちょっとなんか天丼じゃなくて3回やるの軟骨最高、3回振るのよ確か。でそれで軟骨最高、うん聞いたことあるよこれみたいなのは覚えてて、うんうんうん、でなんか。でも覚えて、おちょっと思い出した、うん、軟骨最高は軟骨最高は覚えてて、うん、何なのそれが最初で、その時はなんか聞いたことあるよ皆さん来ますよみたいな感じで、うん、軟骨最高みたいなので、うんうんうん、なんか振ってやってた記憶はあって、うん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 、でなんかあとはなんかその厨房に鹿がいるみたいな、おもろ、天才じゃん、なんかどうします、おもろいな、厨房に鹿がいる、なんか鹿食べますかみたいな、なんか流れだ、ちょっとボケは思い出せないけれども、うん、なんか全然、いやでもすっごい軟骨最高にセンスは感じないけど厨房に鹿はすごくセンスを感じる、うん、所詮高校生ですからね、うん、で大会はなんかその不思議な、なんかどっちが行くとも分からずネタも不思議な作り方をして、うん、これに合わせて、まあ、ほんと漫画の中みたいにちゃんとやろうなんていう意気込みではなく、おうおう、なんとなく言ってて、まあ、だから思い出作りみたいなもんなんかな、あったと思うかな、思いは、でそれがイオンの成田で、成田まで行ったか、初めて、僕らはその幕張の人たちなんですけども、面倒、成田まで、いや、うん、で、あのバスとか乗り継いで行って、そう、 うわ覚えてないな、あのいやなんかその初めての遠出感もあって、高校生の時ぐらいで、うん、でなんかそのワクワク感もありつつ、うん、で現地に着いて、うん、で当時の司会があのポイズンガールバンドさんだよ、うん、覚えてる、それはわ本物の芸人さんだっていうのは、うん、まさしく僕もこの作品の中で何とか出てきますけど、プロの芸人さんがいるっていう、思ったよね、でみんなおはようございますって挨拶するよ、ちょっとなんかその前衛的な子がいるのよね、そのちょっとこう、ちょっとでも点を稼いどこうみたいな、いたありがとうございますって言って、学生終わりに必ずいるからね、うん、とかなんかね懐かしくて、うん、でこれ、ね、2パターンに分かれる、そのこうちょっと尖って、うん、ポイズンお前ら倒すぜみたいな顔してる、ちょっともうイキリ倒してるやつと、なめんなよ、なにお前なめんなお笑いを、一番お笑い分かってないわそいつが、で我々やっぱ初めての現場だから結構右往左往してた気がする、でもう どうしたらいいのかも分かんない、でも、うん、ホワホワでもすっごい優しかったよね、ポイズンの吉田さんとかニコニコしててね、すごいよろしくねっていう感じでそういう感じだった、やってくださって控え室行って、で、うん、でまあ、本当まさしく僕は作品の中で書いたまんまの流れではあるんですけど、うん、こう行ってで一回ちょっとバラシーみたいになる時に、うん、もう緊張がマックスで、うん、もう多分今でこそさすがに僕のが緊張しいだと思うんです、うんうんうん、じゃあもうまあ俺も緊張しいだけどな、まだ、うん、当時はもう本当もうガチガチのガチガチだったから、うんうんうん、もう目がこんなパキパキになっちゃってて、うんうんうん、もうなんか一般的な会話もできないような感じで、そんなにしてたんだ、大丈夫かジャンボと、まあ、当時はじいちゃん大丈夫って言ったら、あ練習すんぞって言って、もう本当にどっか見て練習すんぞって言って、でもやるとこないよじいちゃんって、まあそうな、控えでっかい控え室が1個あるみたいな感じだから、そうそう、で、うんうん、多分そっちにはそんな戻れなかった、だから で練習するとこないよって言ったら、トイレだろ、トイレ行くぞって言って、もう普通に全然お客さんがいるイオン成田だったから、イオンのトイレ行って、うん、どうもよろしくお願いしますみたいな、もうこの目パキパキのまんま、うん、もう全力だ、全力でやって、うん、でもお客さんもう中でしてる人したらってなるぐらいのやつだ、そう、うん、で入れないよ、もうお客さんも来て、だから超迷惑だったと思いながら、うん、でもなんかもう、うん、俺もテンパってて高校生だったから、うんうんうん、もうこんなんしかないみたいな感じで、うんうん、もうするしかないと、うん、それこそ厨房にしかないるとか言ってネタ合わせて、でも中のトイレの中の人がなってたらいいね、なってたらいいそうね、思わずね、中の人はなるよ、勝利の予感だねそれね今日は勝利の予感だねガチャ出てきていけるよ君が最高じゃんそれ、今日はいけるよみたいな、あの鹿の下りさもううざいまであるそこまで行ったらもうだるい、もうだるい、あの俺ら2人緊張してるからだるいか、うん、いやもうで鳥だったんですね、うん、僕の中では俺ら鳥なの、僕ら鳥で、僕の中では、うん、
ものすごい応募が遅かったんですよ、僕は当時。だから鳥なんだって思ったからこの作品僕は反映させたんですけども、うんうんうん、まあそうじゃないと思うけれども、ひょっとしたらそうかもしれないという未だに思いがあって、めちゃくちゃギリギリ滑り込みで応募したら、でもそれぐらいしか理由なさそうだもんな、思うね、うん、で鳥で、うん、でもうバックバックで出てって、うんうん、それで僕らがいよいよ出番出て、うんうん、でまあ、あのご自慢の温め続けた、まあ、といっても多分そんなには合わせてないんですよ、うんうんうん、でもまあなんかこうどうにかこうにかって、だから間とかもグダグダだったと思います、うんうん、僕の声にかぶさってたりとかするし、うんうん、お互いにぐちゃぐちゃってなってたけれども、うん、どうにか爆笑をちゃんと取ったんですよ。受けたよな、すっごい受けた。で俺たちが舞台降りてさ、いやよかったなって言って、審査委員長の席見たらな、さっきのトイレの中から出てきた人がうーんってこうやってなあれは驚いたな、桜の思い出でっち上げんなお前、あれは驚いた、あーってなってね、そのお前面接の前の掃除のおじさんが社長みたいな、うん、そういうのないよ、あーってなってな、なんないよ。でも裏戻ったらもうなんかみんなにすごい面白かったってなってね、いやあれはもう、うん、いやでもちょっとやっぱ尖ってたしだろうと思う自分もねいてね、うん、全然僕らが面白かったでしょみたいな、うん、でなんかその時にジャンボ、その時どんな感じだった俺、いやなんか懐かしやってて、うんうん、で、あそうですかよかったですか、うん、みたいな感じで言って、うん、どんぐらい練習してしたんですかっていう女の子のコンビがいて、うん、でそれに対して、いや僕らも、まあ、女劇苦手だしな俺ら、うん、本当なんだけれども、もう2、3回押すとぐらいかなみたいな、そういうしょうもない尖り方をしちゃって、まあまあしゃあないしゃあない、で帰りのバスの中でジャンボが、うん、あれは尖りすぎてたなって反省してた、反省してて、あ偉いなと思って、確かに恥ずかった、さすがに反省、恥ずかったと。まあいずれにしてももう本当に全コンビ来てくれたぐらいで、うん、そう囲まれたもんな、うん、やばいっすねみたいな、うん、でなんかそこでやっぱりなんかもう有頂天になるから、こっちも、うんうんうん、あ勝つ人間ってこんぐらいのなんかこう伝説を作っていくからみたいな、これが勝ち上がる一組かって思ったよね、そう、うん、恥ずかしい、まあ、でももうキャーキャー言われて、そうそうそう、でありがとうございます、もうだからその時は多分肩幅ポイズンガールバンドさんと同じぐらいあった、もう本当に大人ぐらい、まあ、うん、まあまあ僕らぐらいになるとみたいな、うんうんうん、もうジャンボももうテレテレの嬉しいのデレデレだった、あそうなんだな、それで、うん、まあ鳥だからもうすぐ審査発表、うん、もうちょっと待って、では発表しますってポイズンさんが、うん、でそれぞれ、一応エントリーナンバーがあるんですよね、でみんな多分ここに貼ってたんじゃないかな、貼ってたのかな、うん、シールかなんか貼ってて、まあまあ M1 よろしく貼ってるかもね、うん、3桁ぐらいの数字があって、で終わって、では優勝はもう分かってますよ優勝みたいな、言わなくても気持ちこっちとしてはもう、うん、あんだけもうすごいすごいやったから、うん、もういいよと思ったら、エントリーナンバー425番みたいな瞬間、あ違うわと思って、うん、違ったわけだ違うと思って、うん、コンビ名もちゃんと覚えてるよね、うん、アントニー若鳥ね、若鳥さん、うん、多分思うのは僕らは受け取ってたかもしれないけど下手だったと思うんですよ、やっぱ練習してなかったから2、3回だから、うん、でその時に、後に仲良くなるそよ風天狗っていうコンビがいて、うん、そよ風天狗のそよ風天狗はいたそのと思うよ、だからあの時に映像全組撮っててくれたっていう話で、うん、でその後にあの後日そのそよ風天狗が面白いフレーズとかめっちゃあるのにお互いに声かぶさってますよめっちゃって動画見て今度見せますよって言ってくれたのに見ずに終わっちゃってて、うんうんうん、だからなんかやっぱり技術力も見られたんじゃないかなって気は俺はしてます、だからちゃんと普通に負けた可能性も全然あって、うんうんうん、まああと舞い上がってた高校生だからもう記憶は結構曖昧で、うんうん、そうなのかも、でも帰りのバスが僕はもう尋常なく寂しくて、なんかもう、うんうん、マジでこんなこ本当帰り道長いだろうな、こんな時にお酒飲むんだろうなと本当に思った俺は、うんうん、いや俺ねそれこそ、この俺漫画で一番俺朝倉君にも感想で送って、はいはい、一番嬉しかったのがやっぱそのなんだろうな、この見る人が見る人次第というかさ、その面白いと思うことは、うん、だからその感覚がどれぐらい優れているか、で例えば芸人って超面白くないものを見ても面白いと感じ取れるわけ、はいはい、それはなぜなら自分で探すから面白いポイント、だから俺らが NSC3 年目ぐらいで1回そのお世話になってる先生のために NSC の授業見に行ったら、当時って全員面白くなかったけど、
全員の面白いポイントは全然見つけられる、うんうんうん、でこれが笑いがこっち次第というか受け取り次第だから全部をあこれ面白くないって言っちゃうやつはこいつが面白くないっていうことをちゃんとこの漫画が言ってる時にあなんてこいつはお笑いの本質を捉えててめちゃくちゃセンスがあってそれでいてお笑いの愛で溢れてるんだってことがめちゃくちゃ嬉しかった。ありがとうございます。だから俺はもう感想もせいずさん送らせていただいて、でその卒業公演も多分ね今思えば別にそんな面白いもんじゃないです多分。だけど朝倉くんが見に来てすっごい面白かった、ここが面白かった、ここが面白かった、ここが面白かったって言ってくれたのが俺めちゃくちゃ嬉しかった。なんかいやいやいや、でもそれって何がっつったらこの朝倉くんがちゃんと面白いからそれ面白いと思えたんだろうなっていうのをすごい覚えてる。いやいや、その卒業公演とか俺だって一回も否定されたことないです多分。それ以来朝倉くん何度も俺の見に来てくれてますけど一回たりとも面白くないなんて言われたことないし、ここが良かったよここが良かったよって言ってくれてる。だから俺このそのこの言うなればこの朝倉くんのその考え方がめっちゃ広まれば俺エンタメの全式が上がると思ったもん。そんなこれさだってだからそう漫画も映画も全部さ否定しようと思ったらそれはできんのよどう考えたって。だけどやっぱここすごいとかここが来てるとかその考え方がぐっと底上げになるから素晴らしい考え方だなと思った、うん、そうね本当になんかこう面白くなかったとかつまんなかったって言って切った方が気持ちいい瞬間もあるし、それがちょっとやっぱり強くなってきちゃう風潮も世の中的にあるだろうから、なんかそうじゃなくなったらね確かに世の中良くなる気しますよね、うん、それはいやもうそんな一条に慣れてるんだったらもうこれ以上ない喜びでございます、うん、本当に。素晴らしいね、いいこと言うな本当に本当にお笑い分かってるセリフだね。いやいや素晴らしいね君は、まあ、僕のセリフだね、まあ、くぬぎくんのセリフだから、まあ、くぬぎくんのちょっとやめてよ今なんかどうしたどうした帰ろうかな今どうした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 何僕のセリフじゃなくて僕のセリフじゃないくぬぎくんのセリフそうそうそうちょ帰るわちょっとやめてやめて激サムしたから今いやで言っとかないといやこれ本当にまあちょっと話それますけど、うん、あの作中に出てくるセリフは全部俺の意見だと思われることがあって、うん、違うと思って書いてることもいっぱいあるからでもまあ確かにこれはほぼ僕もね同じこと思ってますよ、うん、あの面白いいやなんかねあいつ面白くないやつだなってやつって結構一周回って面白いじゃないね素晴らしいです、うん、はい一人もいないと思う俺も、うん、面白くない人はあの唯一いるとしたら本当だから自分を高く見せようとして面白く見せようとしちゃってる人だけあらでもその人も本当見方によっては全然面白くなるからそうねなんかあのだから紙一重なんだよね、うん、では素晴らしい言葉、うん、いいセリフだねくぬぎくんくぬぎくんのセリフですね、うん、くぬぎくんここ僕にとっての今のなんだろうなまあでも僕はあくまでもやっぱ知ったようなことしか言えないですけども、うん、で僕は仮にジャンボのことはすると僕はなんかやっぱ純家族だと思ってるんですよなんか、うん、あの多分唯一なんか文句があったら文句を言う人です僕は大体の人に対して文句を僕は言わないもうめんどくさいし、うん、人とあの衝突するのも嫌だからでもなんかジャンボには言わなきゃいけない言いたいなって思うのはなんか多分一個他の人とはこう人間としてのこの自分がこう分類している層が一個違うんだろうなっていうのはなんかあって、うん、二人で会うと必ず一回大喧嘩する大喧嘩になるでしょうね、うん、僕この10年間で3回口論したことがあるんですけど全部からえオールジャンボオールジャンボあオールジャンボオールジャンボジャンボジャンボでジャンボだジャンボジャンボジャンボジャックポット本当にそうですね、まあ、あの良くも悪くもでも多分どれだけの多分ことになっても多分縁は切れないし、うん、多分なんかひょろっとまた会えるんですよだからなんかそれはなんかやっぱり一個特別な存在だなと思いますし、うん、だからひょっとしたらそういう意味で芸人さんに対しての意見として同じになるかどうか分かんないですけども多分何かがあっても隣にいてくれなきゃいけない人なんじゃないかなっていう、うん、人間的に嫌いだとしても、うんうん、なんか揉めたとしても衝突させても隣にいてくれないと困る人、うん、いうのはひょっとしたらこの作品の中でもそうかもしれないなと思いますね隣にいてくれないと困る人、うん、本当朝倉くんが言ったように本当血のつながらない家族ですねはいもうどっちかが何かやらかしちゃったら終わりですしで誰よりもムカつくしでもこいつが何かやらかしたらもう俺の褒美にもなるしめちゃくちゃ不思議な感覚ですでもやっぱ夫婦とも近い感じがしますね血がつながらない家族、うん、もうとにかくでも縁は切れないんですよね
結局お笑いがこんなに大好きなのの、は多分朝倉くんがいたのは大きいと思うんで、やっぱその共有する人がいなかったらこんなことになってないんで、2人で笑い合ったあそこでもっとこのお笑いへの愛が膨らんでたことは間違いないん でやっぱ今10年やって本当わかるんですけど、ね、やっぱね、お笑い今特に今の時代はですけど、もうね大好きじゃないとできないですよ。今の時代多様化しすぎてる時代で、お笑いが大好きじゃないと芸人は続けられないですね。もう今明確に言えますけど、だからこそすごく嬉しいです。当時コンビ組んでた相方がこんなにもお笑いの本質を理解して、あの面白くない人はいないって言い切って漫画でくれるのはめちゃくちゃ嬉しいですね。当時、まあ、僕との関係もあってお笑いを、ね、好きで居続けてくれたんだとして、それが今に生きてるっていうのは、うん、多分こんな嬉しいことは僕としても、ね、ないですよね本当に。